こんばんは、クリミナルです。今回は昭和の時代に発生した事件を7件ご紹介します。せっかくですので、その年の時代背景に触れつつ、事件をご紹介していきたいと思います。事件は1988年9月に発生した。この年は東京ドームが完成し、東北新幹線や上越新幹線が開業した。また、ドラゴンクエスト3が社会現象になり、光源氏がヒット曲を飛ばした年でもあった。そんな年に事件を起こしたのは、奈良県北葛城郡河合町の中学2年生のアキラ。普段無口なアキラは、同級生に、もっと喋れよ、このネクラ、などと言われ、からかわれていた。ある日、アキラの怒りは臨界点を超えた。アキラは木製バットを持って同級生を待ち伏せした。同級生がやってくると一心不乱にバットで殴って殺めた。そして遺体を近くの溝に遺棄した。それから3日後、アキラは逮捕された。事件は1967年2月に発生した。この年はラジオ番組オールナイトニッポンの放送が開始され、黄金バット、パーマン、リボンの騎士などアニメヒーローが多く誕生し、アングラという言葉が流行した。ちなみに2022年の交通事故死亡者数は2610人であるが、1967年の交通事故死亡者数は13,428人、負傷者は史上最悪の629,150人であった。東京都大田区の中学3年生の守は担任の教師に叱られ、放課後仲間と一緒に焼け酒をしていた。泥酔した彼は日本刀を持ち出し、教師の家へと向かった。その道中で通行人2人を日本刀で切りつけ、車の窓ガラスを割り、店のショーウィンドウを叩き割って回った。そして教師宅に到着したが、肝心の教師が不在だったため、教師の妻が応対し、優しくなだめると、守は泣き出し、刀を収めた。守は素行が悪く、窃盗や暴行などで7回の補導歴があったが、家では甘えん坊であった。もし守が教師と遭遇してしまっていたらと思うと、ゾッとする事件であった。事件は1954年2月に発生した。この年は映画7人の侍が公開され、日本初の国際プロレスリング大会が開催された年であった。また少年自衛隊員の募集が開始された年でもあり、その月給は5400円、競争率は35倍であった。この年の2月、静岡県磐田郡の山林で女性の遺体が発見された。当初、転落事故として処理されたが、不審に思った母親が、遺体を掘り起こし、鑑定してみたところ、ナタで切りつけられた跡がいくつも確認され、他殺であることが判明した。それから8日後、近くに暮らす青年、大輔が逮捕された。彼は、ろくに学校にも行かず、遊び回っていた。事件当時も無職で、遊びほうけていたところ、両親に咎められた。すると大輔は母親に馬乗りになって殴り、父親にも石を投げつけ、怪我を負わせた。こうして大輔は初等少年院に送致された。その後大輔は退院したが、両親を窮地に陥れるためには、事件を起こすしかないと考え、保護観察中に事件を起こしたのであった。この事件は1975年8月、鹿児島県で起きた。この年は長期的な不況の煽りを受け、企業の倒産が相次ぎ、失業者が100万人を超えた。大学生の就職難や物価上昇で辛い年となり、8日間に及ぶ交通ストが発生し、日本列島が麻痺した年でもあった。1975年、
8月、5歳の男の子と2歳の妹、3歳のいとこが凛花に生まれた乳児を見るためこっそりと侵入した。その時凛花の親は不在で、3人は乳児を見つけるとじっと見つめていた。そのうち男の子が台所にあった包丁を持ち出し、切ってみようと言った。包丁で乳児の足を刺し、頭にテレビの足を何度もぶつけた。そして庭に乳児を引きずり出し、物干しに犬の鎖で縛り付け放置した。残念ながら乳児は助からなかった。事件は1961年1月に発生した。この年は空前の健康ブーム、レジャーブームでスキーが大流行した。またこの年の総人口は9428万人で、1年で87万人増加した。ちなみに総務省によると、2050年には日本の総人口が9515万人に減少すると予想されている。またこの年はわざと車事故を起こして大金をせしめる犯罪が多発し、警視庁が摘発に乗り出した。1961年1月、71歳の男浅井が婦女暴行容疑で逮捕された。浅井は事件の2年前、近所に暮らす女子中学生に1000円を与える代わりにいかがわしい行為をしていた。ちなみに当時の大卒初任給は1万6000円程度である。ただ満足できなくなった浅井は、女子中学生に友達を連れてきたらさらに1000円やると持ちかけた。すると女子中学生は小遣い欲しさに友達を浅井の元へと連れてきた。浅井は初回は約束通り1000円を渡していたが、2回目以降は50円から200円に減額していた。最終的に浅井と好意を持った人数は17人に達した。小遣いをもらった女子中学生たちは学校をサボって遊んだり、ローラースケートを買っていたという。この事件は1959年8月に発生した。この年は皇太子成婚式によってテレビが急激に普及し、週刊少年マガジンと週刊少年サンデーが同時創刊された年でもあった。また伊勢湾台風が発生し、甚大な被害が生じた。高校3年生の五郎は広告代理店店主の家に手製の爆弾を投げ込み、窓ガラス9枚が割れる被害を与え、後日脅迫電話をかけた。3万円をよこせ、前よりも大きい爆弾を手に入れたぞ。なお当時の大卒初任給は10万2000円である。それから2日後、金の受け取りにやってきた五郎は張り込んでいた警官によってあっさりと逮捕された。五郎は中流家庭の出身で真面目な学生だった。しかし夏休みに不良とつるみ始め、素行が悪くなった。そのうち遊ぶ金欲しさに花火の火薬と小石を詰めた手製の爆弾を作り、犯行に及んだのであった。この事件は1941年10月に起きた。この年はアメリカ、イギリス、中国、オランダにより ABCD 包囲陣が引かれ、日本の膨張政策に対抗した。日本はこの包囲陣を突破しようと強硬策を取り、太平洋戦争へと突入してしまう。この勝ち目のない戦争で多くの戦死者が出てしまった。1941年10月26日午前3時、茨城県のとある農家の四男、誠が上京夫婦をナタで切りつけ重傷を負わせ、9歳の甥と1歳の姪を殺害し逃走した。なお3歳の甥だけは無傷だった。誠は事件前、同じ村の少女にラブレターを渡した。しかし相手にされなかった。諦めきれなかった誠は事件前夜、少女の家を訪問するが、少女の親に追い返された。
悲観した彼は祖父の代から続く月族結婚の決闘を断絶し、片思いの少女と無理心中を図ろうと思い事件を起こしたのであった。午前3時に事件を起こし家を飛び出した誠は、少女と無理心中を図るため午前6時に再び少女の家を訪問した。しかし少女の家族にナタで応戦されたことで、誠は逃げ出し村をうろうろしているところを取り押さえられた。なぜ誠は3歳の甥のみ危害を加えなかったのか、後に分かったことだが、彼は一家の後継者として3歳の甥だけを残し、一家を皆殺しにするつもりだったのだ。